プログレス M-13M はロシア連邦宇宙局が打ち上げ2011年11月2日に国際宇宙ステーションの補給のために到着したプログレス補給船。NASA ではプログレス45や 45P とも称される。M-13M は10月30日10時11分に カザフスタンのバイコヌール宇宙基地から打ち上げられ、i s s への45期目のロシア補給機として発信した。宇宙機は RKK エネルギアが製造し、ロシア連邦を宇宙局が運用した。ソユーズ U は公表情報通り正常に機能し、打ち上げ約9分後、計画予備軌道に到達した。 プログレス M-13M の打ち上げ2011年10月30日プログレス M-13M の打ち上げは2011年10月30日10時11分に行われた2011年8月24日にソユーズ U ブースターの故障で打ち上げが失敗したプログレス M-12M 以来初のソユーズブースターによる打ち上げ成功であった打ち上げ日の気温は 摂氏4度であった。打ち上げから約9分後プログレス M-13、M は軌道への到達に成功し、ソーラーアレイと誘導アンテナを展開した。軌道傾斜角51.65度、近点 192.98km、遠点 252.9km、周回時間88.66分の低軌道待機軌道に投入された。 プログレス M-13M は11月2日に ISS と会合し2011年11月2日11時41分にピアースドッキングモジュールの天定ポートにドッキングした M-13M はドッキングまでに通常行われる2日ではなく異例の3日間の飛行が行われたピアース天定ポートはプログレス M-10M が2011年10月29日まで 接続されており、この日の9時4分にドッキングが解除され、解放されている。ISS の近くに到着した後、プログレス M-13AM は、ドッキングポートと向き合うための飛行制御を始めた。その後、ピアースのドッキング部に前方戦闘部プローブを適切に向けるために回転を行った。一時的にステーションは、両機の位置を190メートルの位置で保ち、 モスクワミッション完成のロシアの飛行管制官に11分間の最終近接行動開始の命令発布の前のシステムチェックを許可された。プログレス M-13M の自動ドッキングシステムは完璧に作動し、プログレスとステーションの接続は北部中国上空 398km の位置でちょうど軌道の日暮れ前に行われた。ドッキング後の数分間、 両機の固定のために、留め金と掛け金がかけられた。この動作について、NASA の指令のロブナビアスは、ネイザトブで、オンザイレブンスアニバーサリーオブザアライバルオブザファースト、レザデンツオブザインターナショナルスペースステーション、サプライズハブアライブドフォーティファイザステーションフォーザエクスペディション二十九クルー、アンドビヨンド、と述べている。第二十九次長期滞在のクルーのマイケル・ E ・ホッサム、 古川里セルゲイアレクサンドロビチ・ボルコフはその日のうちにハッチを開けてプログレスの中に入った。ISS を出発する M-13M、2012年1月23日プログレス M-13M はその後82日間ドッキングを維持した。2012年1月23日22時10分にピアースからドッキングを解除し、 ロシア宇宙科学研究所とレベデフ物理研究所が製造したチービス M を軌道からの離脱前に解放した。ドッキング解除は軌道の夜明けに入る頃に中路国境上 405km の位置で行われた。プログレスエンジンは1月24日の2時35分と2時22分に1体の補助推進ロケットの燃焼を行った。最初の燃焼で M-13M は 時速 125km に2回目で時速 94km 加速させ、宇宙機は ISS よりも 94km ほど高い軌道に進められた。この高度で24日23時18分にプログレス M-13M はチービス M を放出した。40kg のチービス M 小型衛星は大気圏の雷のガンマ線の研究のために設計され、 1 2ラムの科学実験のための装置を搭載していた。これまで他の宇宙機が航空の雷嵐が超高出力のガンマ線、X 線、電波パルスなどのパルスを伴うことを発見している。チービス M の展開が成功で完了した後、プログレス M-13M のミッションは終了した。南太平洋への廃棄のための 軌道離脱制度操作は1月25日2時25分に行われ3分と56秒で終了した。この操作で M-13M は時速 450km まで減速し、大気中で燃え尽きるための軌道に投入された。宇宙機は3時4分頃大気圏の上端に突入し、3時11分頃に破壊されたと考えられる。 残った破片は1月25日3時17分頃、太平洋に無害に着水した。2011年11月2日に、バイコヌールから打ち上げられて始まった M-13M の運用は86日17時間の工程の末、海への落下によって終了した。プログレス M-13M は 750kg の推進剤、50kg の酸素、 420kg の水、1410kg の維持機器、予備部品、実験用機材など、合計2.9トンの食料、燃料などの補給品を搭載していた。また、ロシアの宇宙飛行士のために、個人用の iPad も積まれていた。総重量は 2648kg であった。ありがとうございます。